平林初之助、秘密1私がこれから書き記していくような出来事はこの世の中では決して二度と起こりもしないしたとえ起こったところで当事者が私のようなハレンチ感でなければ それを公に発表しよううなどという気は起こさぬだろうと思う第一そんな気を起こす前に大抵の人ならナイフを頸動脈へ突き刺して時間的にそういう考えの起こる余裕をなくしているだろうとはいえ私自身でもこれを書きながらさすがに自分を 世界一の醜悪な卑怯な人間だということははっきり意識しているのだから私がそれを意識していないかと思って読者からいろいろ愚にもつかぬ批評を私の行為に加えてもらうことはまっぴらごめん被りたいそれに私の命は近代の薬物学に間違いがないとすれば今後数時間しか続かぬはずで これを書き終えてからほんの1時間か2時間の余命しか残さぬだろうから、たとえ何を言っても私の耳に入る気遣いはないのだ。私が自殺するに至った理由は、これを最後まで読んでもらえばわかるが、もう一つの理由は、人間のうるさい声、特に。 私の指示に関する分かりきった愚劣な批評を聞く前に諸君と有名教をことにしていたいからでもあるのだ今朝からこの物語を始めることにしようもっと前から説明せんと読者に分からないかもしれんがそれはその場合場合に補ってゆくことにする今の場合限られた時間内に 秩序立てて4年も前のことから書き出していく落ち着きは私にはないからだ今朝8時過ぎのことである。私は妻が出て行くと大急ぎで浴衣を脱いで洋服に着替えたすっかり外出の身支度ができると今度は厳重に家中の戸締まりをした家の中は真っ暗になった しかし夜の暗さとは違ってどうも不自然な暗さだったデュパンという探偵は昼でも部屋の中を真っ暗にしてランプの明かりで夜らしい雰囲気を人工的に作り出していたということだが実際真っ昼間に部屋の中を急に暗くするとなんだか自分が別人になったような妙な感じがするものだ。 私は書斎へ入って大ランプのスイッチをひねった大々の弱い光がぼんやりと周囲に放射された私はまるで誰か見ている人でもあるかのようにそんなことは金輪際ないことが分かっているにかかわらず足音を忍ばせて書棚の方へ近づいて行って右側の書棚の下から2段目の棚から私は 一冊の分厚い洋 s を抜き出した。ザ・サイコロジー・オブ・フェイマス・クリミナルズア・サイエンティフィック・スタディと金文字で背に記してある私はその書物のページの間から小さい紙切れをそっと取り出して書物を元の棚へしまったそしてその紙切れを電気の下へ持って行って広げてみた 確かに今日だ。今日の正午に間違いない。と考えながら私はデスクの上に置いてある銀製の灰皿の上でマッチを吸って九段の紙切れの一端に点火した青い炎が蛇のような曲線を描いて看板に広がってゆきやがてすっかりそれをなめ尽くしてしまうと 雫のような小さい塊になって浮動していたがついにぽつりと空間に消えてしまった私はその残骸を注意深く鉛筆でかきまわして灰にしてしまったあとで妻に発見されては大変だと思ったからだこれだけの動作を沈黙のうちに終わると私は再びスイッチをひねった。 そして二三分の後にはもう暗い家の中を抜け出してアーク島の光のように白い古外の夏の日を浴びていたのだ私は尾行巡査のように鋭い目を八方に配りながら元来私の目は鋭いという評判だが特にその時は甚だしかったにそういないと思う湯島五丁目のだらだら坂を電車道の方へ上がっていった 今でもよく覚えているが私はその時にちょっとした物音にでもびっくりとしたまるでにもつかぬ自転車に乗った小僧に後ろから追い抜かれてももしや妻ではないかと思って私の心臓はバタバタと調子を狂わしたどんなことがあっても私は今朝外出することを絶対に妻に知られたくなかったからだ もちろん、妻が渋谷の叔母の家へ行くと言って出かけてから、もうたっぷり20分はたっているのだから、普通ならそう用心する必要はなかったのだ。しかし、世の中のことはそんなに普通にばかり、きちんきちん運んでいくものとは限らんのだから、私は、私のやり方をあまり用心深すぎたなどと、今でも思ってはいない。 彼女が何か忘れ物でもして途中から引き返してくる恐れは十分にあるし途中で買い物でもして20分やそこら費やしていることは女には普通にあることであるからそれに妻には見つからなくとも卑しくも私の顔を見知っている人間には誰に会ってもいけなかったのだ後になってからいつか発覚するに決まっているから 2どうしてそれほど今朝の外出を秘密にしておく必要があったかを加点してもらうためには是が非でも少し以前からの戦いきさつを説明しなければならぬのだがそれは今の私にはほとんど我慢のできないほど面倒な仕事であるし読者にも退屈だろうと思うがほんの23枚だけ。 どうしても話の筋道を立てるに必要やむを得ない骨子だけは省くわけにはいかない昨日私はいつものようにかっきり4時半に役所から帰ったそして机の上に2枚のハガキとともに一通の西洋封筒の新店書が載せてあるのを発見した消し印は横浜になっていたが宛名の筆跡にはちょっと心当たりがなかった 封を切ってみると、驚いたことには4年前突然アメリカへ行ったという噂を友人仲間に残したきりで行方不明になった浅田由紀子からの頼りであった彼女は行方不明になる前まで私の恋人だったのだ当時女学校を出て赤坂のあるアメリカ夫人の経営している寄宿舎にいて音楽を習っていた由紀子と 学校を出て外務省の役人になったばかりの私との間に交わされた燃えるような恋したがって彼女が行方不明になった時の私の絶望彼女の裏切りに対する憤りはとても筆で書き表すことはできんしよしできるとしても今はそんなことをしている時間がないが一度青春時代を持った人および現にそれを持ちつつある人には ほぼ想像はできるかと思うから想像だけで我慢しておいてもらいたい一言で言えば私の生活は完全に目的を失ってしまったのであるしかしながら「時は全ての悲しみを癒す」といったパスカルの言葉は正しいおまけにその後私が経験した時というのは尋常一様の時ではなかったのだ 大正12年9月の関東大震災を中に挟んでいたのだこの人間をハエのように殺し人間のこしらえた文明をおもちゃのように破壊した大地震はいわば私の心の中までもゆすぶってすっかり平行をかく乱してしまったそうして不思議なことであるがユキコを失って以来 砂漠のようになってしまったと自分でも思っていた私の心に再び異性に対する恋を恵ませたのである2度目の恋の相手は横浜の相当な貿易商の娘だということであるが震災のために両親と財産等を失ってしまって天の下に頼るべき人のない身の上であった横浜のサンタマリア女学院の出身だということであるから 今でも同窓生のうちには深尾美奈子といえば心当たりのある人がいるかもしれぬともかくその当時は彼女は銀座の某カフェの女給をしていたのであるもちろん二人の恋は幸子との恋のように熱烈なものではなかった不幸な男女同士の間に自然に醸される同情から始まって それが知らず知らずのうちに恋愛に変わっていたといったふうのごく静かないわば陰性の恋だった実際ある客の少ない雨の降る晩彼女が私のテーブルの前に座って妙に辺りをはばかるようにおどおどしながら話した身の上話を聞いて私はすっかり同情してしまったのが始まりなのである。 どうかしてこの女を助けてやりたいとその時すでに私は決心したのであった後から考えてみるとこんな決心は中産階級の青年に特有の虫のいい利己的な決心であったのだなぜかというと少しも家族的敬類のない私にとっては当時役所からもらっていた月給は女一人のつましい生活を支えるには十分だったし その安価な代償を払えば一人の女を救ったという満足と一人の女の感謝等を永久に味わうことができたのだもの何しろこんなことは男子にとって名誉どころか十分屈辱に値する一種の不正取引なのだそれはとにかく二人はそれから一年も経たぬうちに正式に結婚したところが ちょうど結婚の間際になって私は4年前ユキコとの間に交わした固い約束を思い出したその時まではたまにユキコのことを思い出しても憎むべき裏切り女として思い出すだけだったが折も折いざ美奈子と結婚しようとする時になってこれまで夢にも考えなかった考えが不意にまるでだまし討ちのように浮かんできたのだ それはことによるとユキコはあの時何か深い事情があってやむをえずアメリカへ行くかあるいはどこかほかのところへ姿を隠したのかもしれぬそしてまだ私との約束を守っていてやがて二人が一緒になれる日を楽しんで待っているかもしれん」という実に厄介極まる考えだ。 実際運命というやつは故意に人間を不幸にしてやろうとして隙をうかがっていて一番困る場合に不意打ちを食わせることがあるものだと私はその時も思ったし今ではなおさらそう思っているしかしどんな考えが起こったって今更どうにもしようがない結婚の瀬戸際まで進んだ男女の愛を切り離す力は神にだってありはしない もちろん私たちは予定どおり結婚した二人の夫婦生活は必ずしも幸福だとは言えなかった私はカフェにいた当時のような魅力を妻としての美奈子には決して見いださなかったそれは当然だが彼女は妙に打ち気で平凡で少し退屈すぎる女であることが分かった ことに西洋人の女学校を出たに似ず書物にはまるで興味がないらしく新聞すら続きものの新小説以外にはあまり読みたがらんくらいだったその代わり彼女はうるさく何やかを私に要求することは絶対になかったし何事に対しても私の意見に異議を唱えることもなかったので一見したところでは第三者には「 極めて幸福な家庭と言えただろうと思うとにかく平和な家庭であることは事実だったところが昨日私の机の上に置かれてあったユキコからの手紙はこの平和をかき乱す可能性を持ったものであると私はすぐに判断した彼女はアメリカから帰ってきたのだそして 私に会見を求めてきたのだ。文面は至って簡単でただ明日つまり今日の昼頃に横浜のバツバツホテルまで訪ねてきてほしいというだけであったが私にはその様向きは即座に分かったそしてそれが分かると同時に私の頭は突然巨岩にぶつかったような状態に陥ったきっと 四年前の約束の履行を求めに来たにそういないしてみると彼女はやはり私との約束を守っていたのだ私を裏切ったのではなかったのみか私自身が今となっては彼女を裏切ったことになったのだ彼女は四年も約束を忘れずにいるのに私はたった一年余りで彼女との約束を破ってしまったのだが 今となってそれがどうできよう。実を言えば私には今では奈子と別れること自体はそれほど苦痛ではないかもしれぬし、ことによると奈子自身も訳を話せば心よく別れてくれるかもしれぬ。それほど彼女は恩じゅんだった。しかしそんな卑劣なことはさすがの私にもできかねる。ことに 私がそんなことを考えているすぐ隣の部屋で夕飯の支度をしている実那子の物音を聞くと絶対にたとえ実那子が人殺しをしてもそんなことはできぬという気がしたのであったこういう場合に世間の賢明な資料ある人々はどうするだろう資料ある人々でも私のような軽率なことをしたとして私は これまでに読んだ小説や新聞だれの中から私の場合に似たような三角関係の例を思い出そうとしたが頭がガンガンして何も思い出さなかったゆうべは一晩中そのことを考えたがどうしても良い知恵は浮かばなかった今朝になっても同じであったしかしとにかく当面の問題としてぜひとも今日のうちに 妻に行き先を知らせずに横浜へ行って幸子に会ってくることが必要であったところが私たち夫婦は日曜には2人で市中かもしくは近郊へ出かけるという月給取り階級に通遊の習慣を持っていたので今朝この習慣を破るについては相当な口実が必要だったのだしかも私は嘘をつくことはこの上なく下手で最もっとも ったに嘘をかわけではなかったがすぐに顔の表情によって相手に嘘であることをカ破されてしまうことを自分でよく意識していたそれで私はひどく困ったところがうまい具合にこの難関だけは独りでに解決して美奈子の方から今日はおばさんのところへ久しぶりに行ってきたいと言い出したのであるしかも 帰りは6時頃になるから夕飯の支度が少し遅れるということをさもさも言いにくそうに断ったのであった私は即座に卑劣極まる決心をした「よしその間の時間を利用して妻には一日中留守いをしていたように見せかけて幸子に会ってこよう」「5時までに帰ることにすれば」 時間はたっぷりある、3. 私はタクシーで東京駅まで行き乗車口で降りた駅の構内を横切る間も切符を買う間も美奈子に会はせぬかと思って気が気でなかった渋谷へ行った美奈子に東京駅で会うはずがあるものかなどという理屈は こういう異常時の人間の心理を知らぬ者の,のへ理屈だ私は改札口を走るようにして通り過ぎる間も薄暗いトンネルを抜ける間もずっとそれを心配し続けたそしてプラットホームへ上がると同時にそこに立ったり腰をかけたりしている老若男女をほとんど一人一人調べてみたもっともそれはほんの23秒間か せいぜいぜ5秒くらいしかかからぬ間にであったけれど私は2等の方が乗客が少なく従って知人に合うプロバビリティが少ないと判断して2等の切符を買ってきたのであるがいざという時になってふっと気が変わって3等にしかも一番混み合っている箱を選んでそれに乗ったそれは乗客が混んでいれば たとい知人と同情しても発見される恐れが少ないと気がついたからだところが人間の浅はかな知恵などは偶然の前には何の力も権威もないものであることがすぐ分かった一体これがありえることだろうかもちろん誰一人信ずるものはないだろう私だって他人からこんな話を聞いたらふふんと鼻で笑ってやるつもりだが 事実だから書かからなないいわけにはいかない私の立っているところからちょうど6人目あるいは7人目だったかもしれぬがとにかくつい鼻の先に向こう側を向いてつり革につかまって立っている女の後ろ姿に私の目は釘付けにされてしまった顔は見えなかったけれども大体の背格好といい髪の結び方から そ首の辺りの髪の生え際から着物の柄に至るまで妻の美奈子にそっくりなのだ私はその場で自分の体がそのまま決勝してしまいはしないかと思われるほど驚いたおまけに彼女はわざとのように向こうを向いたままで髪の毛一筋動かさないのだ電車が品川まで来た時 万あれが美奈子なら山手線に乗り換えるだろうと思って私は巧みに人影に姿を隠してじっと彼女の行動を注視していたところが彼女は下車しないのみか肩の辺りを少し動かして懐から何か取り出した様子であったそれが懐中鏡であることは彼女の肩越しにちらりと見えた反射ですぐ分かった 私の頭には何とも我慢のならぬそうねんがふつふつと煮えるように湧き起こってきた。やっぱりあいつは美奈子に違いない。あいつは私がゆうべ本の間へ挟んでおいた手紙をそっと盗み見したのだ。ことによると私が帰らぬ先にそっと開封して何食わぬ顔をしていたのかもしれぬ。そして、 おばの家へ行くなんていいかげんな口実を作って私の後をつけてきたのだそうに決まっている今懐中橋を取り出したのは私の行動を監視するために違いないこの考えは私の心中になんとも抑えきれない憎悪をあおった私は私はもう少しで 人前をも構わずずかずかと彼女のそばへ走り寄って力いっぱい彼女の横っ面を殴りつけてやるところだった実際私にはある感情を特に憎悪の感情が極度に高じてくると紳士的対面などは一線どうかのように投げ捨ててしまいかねない傾向があるのだがそれと同時に彼女に極度の憎悪を感じながら 自分が彼女を憎んでいるというだけの理由で彼女がこの上なく哀れっぽくなってきたほとんど涙が出そうになったくらいだったそうしてこういう矛盾した考えがすぐ起こってきたあの女は決して私の後をつけているのじゃないそれどころか私の存在など点で気がついていないのだ たといまともに私の顔を見ても私さえ黙っておれば彼女は私だと信じないだろう本郷の自宅で留守をしているはずの私が桜木町行きの電車に乗っているというようなことはあの女のことによると一般の女というものの知力や想像力では返すべからざることだ海中卿だって何も私の行動を監視するために取り出したのじゃない 今日のような蒸し暑い汗のダクダク流れる日に懐中鏡で自分の顔を映しておしろいが溶けるのを心配するのは全ての若い女にごく普通の身だしなみで東京から横浜まで一度も懐中鏡を見ないような女があったらそれこそ不自然じゃないかそれにこれは最も根本的な点だがあの女が美奈子であることはありえない断じて ありえない。4時間が刻々に経ってゆくので私はこんな調子でだらだら電車の中のことなどを書いているわけにはいかないそれに電車が桜木町で止まった時私の疑いは確定的になってきたのでもう書く必要もないのだ私は彼女が降りる時 むろんそれは妻の美奈子であった顔色は土のように青ざめて非常に心配事でもある様子でわざとそういう様子をしているのかもしれぬが誰か人を監視しているような風はちっとも見えなかった自分の心配だけで精一杯だという風だった一体 世の中に起こる千差万別の全ての事柄はよく考えてみればわかる事柄少なくもわかり得る事柄といくら考えてもわかりっ子のない事柄との2つに対別することができるそして美奈子の今の行動のごときは後者の典型的なものだ私はもうからから笑い出したくなったそしてカラカラとではなかったが本当に少し笑った 無論彼女がどこへ行ったかまだ私の後をつけているかというようなことは一切気にかけなかったそして私はただ何でもない散歩に出かけた時のような気持ちで駅の前のカフェへ入ってアイスクリームをあつらえたいかなる場合でも生理的要求を満たすことには相当の快感が伴うものだしそれはぜひ必要なことでもあるということは 最愛の子供に死に別れた母親でも泣き泣き食事だけは忘れないという驚くべき事実に記して明白だ私は今でもその時のアイスクリームの冷たさは実によく覚えているしかし私の驚きはそれだけでしまいになったのではない私が 根岸の山の上にあるバツバツホテルへタクシーで着いたときタクシーの窓越しに見るとちょうど一人の女が受付口を離れてあたふたと奥へ入っていくところだった私は今度という今度は突然腰から下がなくなってしまったほどびっくりしたその女がやっぱり今しがた桜木町で降りた美奈子ではないか 私がカフェへ入っている間に彼女が先回りしてここまで来ているということはただ一つのことしか意味する余地がない彼女は私の手紙を見たのだそして何かしら実際私には何かわからなかったのだが抱きすべき過当な目的を持ってここへ来たのにそういない私はその陰見と必要とに簡単に近い像を燃やした ことに、見ていてもいじらしいほど内気な、おとなしい、そして善良そうに見える美奈子が、大胆にも不敵にも、自分の夫の行動を監視するために、こんなところへ先回りをしてきているという事実は、なんとも辛抱のできぬほどいまいましかった。私は、イライラして、どうにも心が落ち着かなんだ。しかも、 4年ぶりで以前の恋人に会うというちょうどその時にこんな深い極まる気持ちになっていることそのことがさらに私の心を不快にするのだ私は受付で聞いた11番の部屋の前に立ってコンコンと2つノックしたやがて静かな足音が聞こえてドアが内側へ開いた私の頭は 何の考えも起こらなかったように思うそこには幸子が立っていたなんだか二人の会見は妙な具合であった4年という年月はあまりに長すぎたのでいきなり手を握るような真似もできずそうかといって改まった口の利きえを押してよいのか悪いのか分からなかったので私はどうも罰が悪かった 私はことによるとその時ポッと顔を赤くしたかもしれんと思う何しろひどくどぎまぎしたことは確かに覚えている彼女は水色の洋服を着ていたその洋服がまたつい23日前に横浜へ着いたばかりだということがすぐにわかるほどしっくりと似合っていたはっきりとした顔の輪郭 まんべんなく発育しきった堂々とした体格それに社交の場数を踏んだ女に特有の男に対しては何の感じも動かさないで反対に男の心をどうにでも操ってみせるといったふうな自信に満ちたそれでいて非常に自然な落ち着きそれらのものに私は正直に言うが威圧されてしまった なれなれしい口を聞くどころの騒ぎではなくカチカチに萎縮してしまって汗ばんだぎこちない自分の体をどこか押し入れの中へでも大急ぎで隠してしまいたかったあらよくいらしてくださいましたわね来てくださるかどうかと思って心配していたのですよ是非お話ししたいことがあったもんですから何もかもぶちまけて言えば私は 4年間別れていた恋人同士の間に当然期待される場面を今日の会見に期待していたのだ長い長い心ゆくばかりの抱擁燃えるような切符そういうもので今日の会見は始まるだろうと期待していたのだそうして実はそんなことになったら困るがとないないそういうことは適度に切り上げようと計画を立ててさえいたのだ 断っておくが、私がまだ23日も生きているのならこんな恥さらしを告白するのではないということをぜひ読者は知っておいてもらいたいところがどうだ彼女の変わりようは彼女の今日の態度は彼女は私を恋人として迎えているのではなくおそらくそんなことは事実上忘れてしまって初対面のお客さんにでもものを言っているようではないか どうも、ししばらくでした。と私も改まって挨拶をしたがその文句があまりに平凡すぎたのですぐにひどく後悔した「あなたは私を怒っていらっしゃらないようですね私はまたきっとあなたが怒っていらっしゃると思ったのですよちゃんと分かりますわあなたの目でそれから あなたはまだお一人ですかあまり出し抜けな問いですがそれとももうい,いえと私はうっかりして大急ぎで答えたやっぱり私との約束を守っててくだすって彼女はのっけから私のどぎもを抜き続けであったがとうとう 私の最も恐れていた絶体絶命の質問を平気で浴びせかけてしまった私は鉄が磁石に引きつけられるように前後の考えもなく行き当たりばったりにええと肯定したそしてすぐに閉まったと思いながら本能的に卑怯な奴隷のように彼女の顔を見た 思いがけないことには彼女の双眼には大きな涙が浮かんでいたそれは水晶のように美しい涙であった私は完全に理性を失って自分がそういう資格のない人間でしかもその上に許すべからざる嘘つきであるということも忘れてしまって思わず手を伸ばして彼女の手をぎゅっと握りしめようとした「いけません 触っちゃいけません。私の体はもはや汚れているのです何も聞かないでどうぞ許してください彼女は私の手を振り払うと同時にもうすっかり自制力を失ってしまって4年前の浅田ゆき子に帰り涙がパラパラとおつるがままだった2人は沈黙してしまった 私は自分の集を恥じてしょげ返っユキコは椅子の腕に両手を乗せてその上へ顔を伏せていたああ私たち二人は何という相違だろうそれは天使と悪魔とが一つの部屋の中に向かい合っているようなものだ彼女はやむを得ない事情のために私を裏切ったことを 千万元にも勝る雄弁な美しい涙によって私に告白して許しを請うているのだ。しかるに私はどうだ勝手に彼女を裏切ってそれを卑怯にも隠しているのだ。そしておまけにたった今ずうずうしくも彼女の手を握ろうとさえしたのだ。私はどんなことがあってもここで彼女の足元にひざまずいて すすっっかり懺悔すべきだだたのだそうして実際私はその通りにしようとした今になっていい加減なことを言うのではなくこれは本当なのだところが私がそうしようと思って椅子から立ち上がろうとした時ちょうどドアをたたくものがあったのであるするとユキコはバネにはじかれたように立ち上がってずかずか私の耳のところまでやってきて 小声で私にこう言ったこれからあなたに一人お友達をご紹介しようと思うのですこの方は私がアメリカで発見したお友達で私のように腐った女ではなくてあなたと同じようにそれはそれは純潔な心を持った方です今日あなたにわざわざ来ていただいたのはこの方に会っていただくのが目的だったのですいいでしょう 彼女は私の返事も待たずに扉を開けに行ったもちろん私がひどく当惑していることなどには気がつかずに5その時入ってきた女は私がこれから100年生き延びるとしても決して忘れられなかっただろう何と言っていいか一口に言えば私が 世界のどこかにいるはずだと思って長年探していたような女だったユキコよりももっとインテレクチュアルでユキコよりももっとノーブルでそれでいて心の中に大きな素敵に大きな寂しさを抱いているといった風だ私は一目見て完全に綿のように征服された初めて富士山を見た時のような神々しさをさえ感じた ゆきこはというとつい1分間前までの沈んだ態度とはがらりと変わって初めて会った時と同様の落ち着きをいつの間にか回復していたそして私が信頼の客に対して抱いている感じをとうに見抜いてそれを満足しているようにすら思われた何にしろ私は内閣総理大臣の前へ出たってこの瞬間ほど自分を小さく感じはしなかっただろうと思う この方は外務省の翻訳官をしていらっしゃる三浦さんです。こちらは私のお友達の深尾美奈子さんです。初めてお目にかかります。初めて、と半分言うのが、むろん私にはやっとやっとだった。なんというありうべからざる暗号だろう。深尾美奈子。深尾美奈子といえば、私の妻と、 まさにい同同ではないか。一体今日という日は何という日だろう電車の中では妻にそっくりな女に会うそしてその女は明らかにこのホテルの入り口をくぐったはずだそうかと思うとホテルの中には妻と同姓同名の女が現に私の前に座っているではないか妙なことを申しますが 私はあなたと名字も名前も同じ女を知っていますよ。と私はへんてこな初対面の夫人に対しては特に時期を失した口の聞き方をした一体私は崇高な感じに打たれると余計ヘマなことを言うフェータルな癖があるまあどこの方です若いお方ちょうどあなたと同じくらいですね この横浜生まれの女です。私もここの丸々町の生まれなんですが、その方はまさか。その女も、やっぱり丸々町の十二番地の生まれなんですよ。まあ、随分ひどい方ね。お目にかかるすぐから私をからかいなさるなんて。ゆきこさんも随分で、私のことを番地までお話しなさるんですもの。いいえ。 私は何も申し上げやしませんよ。ねえ三浦さん。でも不思議ねあなたはよく知っていらっしゃるのね。私だって、美奈子さんの番地などは忘れていたくらいですわ。い,いえ、僕はこの方のことは何も知らないのです。本当に、深尾美奈子という別の女を知っているのです。でも、番地まで同じだとは思いませんでしたね。その女は、 地震で両親を失ってかわいそうな身の上なんですよこの方とはまるで違うんですだって深尾さんもやっぱり地震でご両親を失ってかわいそうな身の上なんですよとユキコは面白そうに笑いながら言ったそれに12番地には私の家一軒きりしかなかったのですよ今では後に銀行か何かできて すっかり様子が変わっているということですけれどあなたにはご姉妹はなかったのですかいいえ私は一人っきりですわその女はサンタマリア女学院を出たということですがもうご冗談はよして何か別のお話を承りたいものですわね美奈子さんおっしゃる通り私はサンタマリアの出身ですわ 本当のことを言ってください。私は気が狂いそうですから。ユキコさん、この方はあなたとグルになって、私をからかっているのでしょう。私は。私は、自分がすっかりユキコのために愚弄されているらしいことを知って、もう何もかも告白して、この苦しい立場から逃れようと決心した。そしてそのことを言い出そうとしたのであった。その時。 廊下をバタバタ走ってくる慌ただしい足音が聞こえて外側からドアにどさりともたれかかるような音がしたゆきこは慌てて飛んでいってドアを開いた入り口には料理人の服を着けた五重がまりの男が息を切らして倒れていたふかふかおのお嬢様はいらっしゃいますかあありがたい お嬢様だゆう許してください!」。こう言いながら九段の男はよろけるように部屋の中へ入ってきて深尾美奈子と称する女の足元にばったりつくばった。6あななたたはどなたですかと深尾美奈子と呼ばれた女は。 女王のような気品を維持しながら、きっとなって、しかし、少なからず驚いていった。私は、このホテルのコックをしておるものです。ほんの10分間だけ聞いてください。何もかも申し上げます。すっかりあなたは、やっぱりお嬢さんだ。やっぱり生きていらっしゃったか。お嬢様には、私の顔には見覚えがありますまい。 私は大正6年の夏お嬢様の店に使われていたものですがちょっとした口いさかいから誤って仲間の男を殺して地震の時まであそこに見える根岸の刑務所に入っていたのでございます地震の時多分そのことは新聞でご承知でありましょうがあの刑務所では気球の場合の非常手段で 一旦、ートを解放したのでございます。私も解放された一人でございました。私は何は置いてもたった一人の娘の安否が気がかりだったもので、二日ばかり根岸の山の上に避難していましたが、火が静まるのを待って、その時分、伊勢崎町の料理屋に奉公していた娘のところへ、まっすぐに訪ねていきました。幸いに娘は無事で、 店の人たちと一緒に神奈川の方へ避難していることをやっとのことで聞き込みましたので私はそこへ訪ねていって娘を引き取ってきたのでございますまあもう少し我慢して聞いてください私は邦売を殺したとは申しても殺意があって殺したわけじゃありませんほんの過ちだったことは裁判所のお方も認めてくださったので お嬢様もその話ぐらいはお聞きになったことがおありでしょうと思いますが懲役8年という刑の宣告を受けていたのでしたもう2年待てば立派に放免される身の上だったのですところが間が差したというのでしょう私はもう娘がかわいそうで一らしくてどうにも二度と刑務所へ帰る気になりませんでした そしてあのごたごた騒ぎに紛れてとうとう私は今まで隠れ通してしまったのでございますしかしいつまでも脱獄衆で隠れおせるわけはありませんし娘も脱獄衆の娘ではどこでも使ってくれてはありませんこれには私もひどく当悪しましたところがふと私はあの地震の時に 横浜では警察でも市役所でも戸籍の原本が焼けてしまったのでその看過の人はすぐ戸籍を届け出るようにという布告が出ているということを聞き込んだのでございますそこで私は何はさておき娘の席をこしらえておかねばならんと考えたのですその時に思いついたのがお嬢様のお宅のことなのです私は お宅の焼け跡の近所で2、3日もかかっていろいろ聞き出してみたのですが、みんなが、深尾さんのご家族はみんな地震で亡くなられたというのです。許してください。悪いとはばんばん承知しながら、そのとき私はお嬢様の席をそのまま娘の席にして届け出たのであります。それから、 娘にはよく言い含めてお嬢様の名で東京のカフェへ奉公にやり私は私で別に席をこしらえて名前を変えてこのホテルへ住み込むことになったのでございますそのうちに娘には立派な婿ができまして二年ほど前から東京で何不自由のない暮らしをしていたのでございますところがおとといのことでした 深尾のお嬢様がアメリカからお帰りになって、このホテルに泊まっていらっしゃるという噂を私は聞いたのです。私は、てっきりお亡くなりになったとばかり思い詰めていたお嬢様が、不意にアメリカからお帰りになって、しかもこのホテルにいらっしゃると聞いて、体中の血が干からびてしまうかと思われるほどびっくりしてしまいました。とにかく娘と会って相談をして、 前後策を立てねばならんとこう思ってすぐ娘のところへ手紙を出したのです娘は1時間ばかり前にここへ来てくれました私がこのことを話すと正直なあの子はすぐにこれからお嬢様にお会いして何もかも白状してこいとこう私に申すのですそして その足で警察へ自首して出るようにと進めるのです。私はその通りにいたすつもりでございます。許してください、お嬢様。あなたの娘さんにぜひすぐに会わせてください。娘さんには何の罪もありませんのに、かわいそうに。ミナコはローコックの物語が終わると、 両目にいっぱい涙をためながらこう言ったするとローコックは「その娘は私にそう言ってしまうといきなりカミソリを喉へ突き刺してしまったのでございます」と言いながらとうとうたまりかねて涙をポロポロこぼして泣きだしたそれから娘の夫は きょうは一日中うるすいをして、娘の帰りを待っているはずだから、すぐに電報を打ってくれと、死に際にあの娘は私に頼みました。娘は、お嬢様と夫への申し訳に死んだのです。それより、ほかに申し訳のしようがないと、わが娘ながら、けなげに申しておりました。どうぞ どうぞあれをゆるしてやってください。ローコックは懐から紙切れを取り出しながら言った。これが娘の婿のところパンチでございます。どうぞお願いです。ここへ電報を打って、このことをよく伝えてください。私はこれからすぐに警察へ自首して出ます。 これらの話を黙って聞いていた私は、悲痛と残機と自責と開墾とのために、幾度昆虫しかかったか知れなかった。それにもかかわらず、私は私に対する死刑の宣告のような恐ろしい告白を、しまいまで黙って聞いていた。ああ、あの10分間くらいの長さは、千年くらいに私には思われた。しかしながら、 最後にこのコックが私自身の住所・生命を書き記した紙切れを本当の深尾美奈子に手渡そうとしたとき、私は本能的に踊りかかってその紙切れをひったくり、あっけに取られている三人を後に残したまま。電報は僕が打って来てあげます」と叫んで部屋を飛び出したのである。私は。 それからどこをどう歩いてきたか夢中だったまるで無誘病者のようなふうでとにかく3時間の後に本郷の自宅まで帰ったのであるユキコと深尾美奈子との面前であの紙切れに記された自分の名前を読まれ私の虚偽をばらされる屈辱に耐えられなかったために妻の死に顔にも合わないで飛んで帰ったその時の私の 卑劣と冷血とはああそれを思うとどうしても生きていることが不可能だ私は持病の畏敬いのために塩酸モルヒネを常用していた私はこれを書き出す前に注意して極量を少しく超過するだけの分量を飲んだのである昨日までは ともかく紳士として通っていた私の終悪極まる正体はこれによって今日完全に暴露されるのだ。しかしこの暴露に先立って私は私の破裂地極まる存在を宇宙間になくしておかなければならない。これを書いてしまえば私には何も用はないのだ。どれ ソファーに横たって、殉教者のように高貴な死を遂げた妻の弦影でも描きながら静かに死んでゆくことにしよう」。